はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。炎のアコギやおっとりや中澤チャンネルでございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日もですね、素晴らしいギターご紹介いたします。もうギブソン好きな方には必見でございますよ。はい、本日ご紹介するのはこちらでございます。じゃじゃん、ということでギブソン SJ200 スタンダードでございます。はい、こちらですね、2011年のモデルとなっておりまして、このスーパージャンボと言われるですね、この J200、 かなり活かしたナウイ、そんなギターとなっておりますので、ぜひ最後までですね、ご覧いただければと思います。はい、ではですね、こちらのおすすめするポイント3つご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目なんですけども、スペックとコンディションのご説明からです。はい、まずですね、このスペック、この SJ200、 まあ J200 ですね、このまあなんといってもこのブラックカラー、このエボニーブラックカラーっていうのはですね、かなり珍しいです。やっぱかっこいいですよね、この17インチのスーパージャンボのボディにこの漆黒のこのカラーっていうのがですね、かなりナウいんじゃないかなと思います。はい、なかなかですね、このまあエボニーブラックの、ギブソンのモデルでいうと、まあ、J45 なんかは非常に、まあ、人気でよく数もあるかなと思うんですけども、このもう J200 のエボニーブラックはなかなかありませんので、もうちょっと存在感がちょっと別格といった感じでございますよね。はい、でトップの方がスプルース、そしてサイドバックの方が、メープルでございまして、ネックの方もメープルですね。そして指板とブリッジの方は、ローズウッドとおなじみの仕様となっております。はい、そしてですね、このペグの方がですね、ゴールドのグローバーペグが採用されております。はい、そしてですね、こちら、純正で、フィッシュマンのですね、エリプスアウラというですね、ピックアップの方が入っております。ちょっとわかりますかね。はい、結構ですね、これ豪華なピックアップでございまして、サウンドハウスさんではですね、大体4万円ぐらいで売られているようなものなので、これはかなりですね、ライブ派の方には非常にこれは重宝する一本じゃないかなと思います。はい、このピックアップのサウンドもですね、後にご紹介させていただきますので、楽しみにお待ちください。はい、そしてこのナット幅約 44mm 弱でございまして、このシェープなんですけども、非常に薄めのシェープとなっております。まあ、現行のですね J45 とほとんど同じぐらいかなと思いまして、まあ、手の小さい方にも、まあ、太いのが苦手だっていう方にもですね、非常に握りやすいネックシェープをしております。はい、あとフレットの残りもですね十分ございまして、ネックのコンディションも抜群です。現行もですね適正に調整済みですので、末永く安心してお使いいただける個体となっております。はい、あと外観のコンディションなんですけども、まあやっぱりブラック特有ということでですね、どうしても小傷っていうのはちょこちょことですねやっぱり見受けられるんですけども、まあ大きなですね特別目立つようなダメージというのはございません。あと CTU ならですね、もうこの年代も致し方ないんですけども、このピックガードの素材がですね、どうしてもちょっと歪んでしまうようなあの材質を持っておりまして、若干ですねこの剥がれかけてるっていうようなところが若干見受けられますけども、まあ、すぐにずれ落ちるようなことはありませんし、演奏の妨げになることではないので、そのあたりはですね、まあ、気にされない方であれば全然問題ないかなと思います。はい、ではですね、こちらのおすすめするポイント2つ目でございます。サウンドでございます。はい、やはりこのメープルのですね、この硬質でこのシャリシャリっとしたサウンド、非常に気持ちいいですね。あとこのジャンボボディならではのパワフルな音色っていうのも兼ね備えてですね、しっかりとなっておりますので、ぜひそのあたりですね聞いていただければと思います。弦の方はですね、フォスファーブロンズのライトを使用しております。
ありがとうございます。いかがでしょうか。まずこの低音、やっぱこのジャンボボディならではということで、しっかりとこの低音のぶとくですねなっておりまして、お腹にビンビコビンビコしっかり伝わってます。そしてこの中高音、このメープルならではのですね、この硬質なシャリーンとした音色がすごくやっぱり気持ちいいですね。やっぱこの J200 やっぱボディサイズがこれだけ大きいので、このサウンドもですね、このラウドなバーンというですね、迫力ある鳴りというのが結構想像されがちなんですけども、意外と綺麗じゃないですか、音が。このギブソンならではのちょっと荒い感じというのも若干ありつつ、このきらびやかなですね、綺麗なこの高上品な音色っていうのもしっかり出てるかなと思いますね。感じでしっかりとなっていると思います。はい、ではですね、次は電気に通して弾いてみたいと思います。いかがでしたでしょうか。このラインに通した音もしっかりとなってくれますよね。このフィッシュワンのピックアップはですね、このラインに通してもいかにもエレアコというですね音じゃなくて、どちらかというと生に近づけたようなサウンドっていうのをですね、しっかりと出るような、そんなピックアップでございますので、このライブ派の方にもですねかなり重宝するこのピックアップが搭載されたギターじゃないかなと思います。はい、ではですね、次は生で指弾きの方をしてみたいと思います。はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。この一音一音綺麗な音色、このメープルらしいですね、この硬質なシャリーンとした音色が指弾きでもしっかりと出てると思います。もうピックを使ったコードストークからですね、こういった繊細なアルペジオまで、まあ、オールマイティにこれ1本でお使いいただけるんじゃないかなと思います。はい、ではですね、こちらのおすすめするポイント3つ目でございます。希少性とプライスでございます。はい、まあ、まずですね、このブラックカラーの J200、 なかなかユーズド仕様には出てきません。はい、もうこの J200 を持ってることですらですね、もうすごいことなんですけども、その中でもこのブラックボディっていうのはですね、かなり存在感がですね、ちょっと別格な感じだと思いますので、他と被りたくない、もう目立ちたいっていう方にはですね、ぜひこのブラックカラーの J200 おすすめしたいと思います。はい、そしてなんといってもですね、プライスでございます。はい、もうこの J200 の新品定価、もうご存知の方だったら分かると思うんですけども、もうかなりお高いギターとなっております。
まあ、それがなんとですね、さすがおっとり屋中澤でございます。かなり今回お値打ちとさせていただいておりますので、夢の J200 だったのがですね、もう現実になるかもしれませんので、ぜひですね、ご購入をお考えだった方はですね、これを機会にご検討ください。はい、こちらのですね、ギターの詳細につきましては、この欄外に J ギターのページのリンクの方が貼ってありますので、ぜひそちらの方からですね、ご確認の方をお願いいたします。はい、ということで本日は2011年製ギブソン SJ200 スタンダードをご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。おっとり屋中澤チャンネルでございました。チャンネル登録、 LINE アットのご登録、いいねの高評価ボタン、ぜひポチッとよろしくお願いします。はい、ということで本日もありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。